にちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日は前回からお送りしているラスベガス旅行の Day 2をお送りします。また Day 1とその他のビデオは概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。休憩なしでも4時間近くかかります。
います。入場は1週間有効です。一般車両は35ドル、オートバイが30ドル、徒歩や自転車、シャトルバスでの入場は20ドルです。15歳以下は無料です。もし2回以上国立公園に入場する場合は、こちらのアニュアルパスをおすすめします。これは1年間有効のパスです。入場の月にパンチをするんですけど、そこから1年間有効になっています。80ドル。私たちは最低3カ所の国立公園に行くのが分かっていたので、これを購入しました。
グランドキャニオンはいかがでしたか？次回は Day 3ブライス国立公園へご案内します。どうぞお楽しみに。この番組ではアメリカ在住30周年を迎えた私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて、私の趣味やお気に入りの映画や本、
音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら、いいねボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。またチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問がありましたら、ぜひお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。